ジョージ・マクレランド・ホワイト・サイズは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身の科学者、ハーバード大学教授。核気共鳴文工法、有機金属化学、自己組織化分子、ソフトリソグラフィー、微細加工、マイクロ流体工学、ナノテクノロジーなど、多岐にわたる分野での業績で知られている。また、科学論文執筆の際の指針に関する文章でも知られている。 2010年11月現在、存命の科学者の中で最も高い H 指数を持っている。ホワイトサイズはフィリップスアカデミーの中等学校に通い、1957年に卒業した。1960年にハーバード大学で学士号を取得し、1964年にカリフォルニア工科大学で科学の博士号を取得した。ジョン D ・ロバーツの指導の下で、 ホワイトサイズは大学院において有機化学における核気共鳴分工法の利用に着目した研究を行った。他の研究活動の中でホワイトサイズは様々な有機化合物におけるスピンスピンカップリング及び溶液中でのグリニアール主役の構造に関する研究を行った。ホワイトサイズは1963年にマサチューセッツ工科大学で アシスタントプロフェッサーとして独立し、1982年まで MIT に在籍した。MIT 在籍中はコーリーハウス・ポスナーホワイトサイズ反応の開発において中心的な役割を果たした。1982年にホワイトサイズは母校であるハーバード大学の科学科に研究室を移した。ハーバード大学では科学科主任及びファカルティオブアーツアサイエンシズの 部次長を務めた。ホワイトサイズは初代のウッドフォード・エルアンエイ・フラワーズ・ユニバーシティプロフェッサーに任命されている。現在でも35人以上の大学院生とポスドク研究員4名の事務員560平方メートルの研究室スペースを持つ活発な研究グループを維持している。ウェブサイトのバイオグラフィによると ホワイトサイズの現在の研究の興味は、物理化学及び、有機化学、物質科学、生物物理学、複雑系、表面科学、マイクロ流体力学、自己組織化、マイクロ及びナノテクノロジー、開発途上国のための科学、生命の起源、細胞表面性科学である。彼の研究室における唯一かつ、第一の目的は、 科学のパラダイムを根本的に変えるツーフンドメントリチェンジ・ザ・パラダイムズ・オブ・サイエンスことである。一流のホワイトサイズグループ卒業生であるジンホン、ラオは2004年にスタンフォード分子イメージングプログラムを設立し、ブレットやフレットの分野で質の高い論文を発表している。科学研究を超えてホワイトサイズは公務においても活発である。ホワイトサイズは科学と 技術分野におけるアメリカの競争力について対応した米国アカデミーの報告書ライジングアバーブ・ザ・ギャザリング・ストームに関わった。2002年にイギリスの大学における科学研究の状況を国際的に評価する委員会の委員長を務めた。これは現在ホワイトサイズレポートとして知られる報告書に要約されている。ホワイトサイズはアメリカ国立科学財団。 アメリカ航空宇宙局、アメリカ国防総省の諮問委員会の委員を務めた。また、1984年から様々な立場で、米国アカデミー、米国研究評議会にも参加している。これは、テロ対策における、科学技術や情報コミュニティにおけるナノテクノロジーに関する委員会を含む。ホワイトサイズが発表した、学術論文は950以上に上り、 50以上の特許の発明者となっている。トムソン ISI による1981年から1997年までに最も論文が引用された科学者100人のうち第5位である。ホワイトサイズは12以上の企業の共同創業者であり、合計した時価総額は200億ドルを超える。これらの企業はジェンズイム、ゼルテックス、セラバンズ、サーフェイスロジェックス、 ナノテラ、WMR バイメディケルなどである。ホワイトサイズは、これまで300人以上の大学院生、ポスドク、客員研究員を指導している。また、アンゲバンテケミー、ケミストリーバイオロジー、スモールなどを含むいくつかの学術雑誌の編集顧問委員を務めている。ホワイトサイズは、アメリカ芸術科学アカデミー、米国科学アカデミー、 全米技術アカデミーの会員である。また、アメリカ科学振興協会フェローを務めている。その他、多くの賞を受賞している。ホワイトサイズと妻のバーバラの間には、ジョージ・ T とベンの二人の息子がいる。ジョージ・ T ・ホワイトサイズは、米国宇宙協会のエグゼクティブディレクター及び NASA の主席補佐官を以前務めていた。現在は、 バージン・ギャラクティックの CEO 及び社長を務めている。ベン・ホワイト・サイズはオレゴン州ポートランドで活動しているロックバンドザ・ジョガーズのリードシンガー及び作曲家である。ありがとうございます。